男と女の喧嘩模様。ある日街を歩いてたら若い男女が喧嘩してた。いきさつは知らぬがどうやら男が追い出したらしい。女は怒りに満ちていて男はから謝るばかり。ユリ、ほんまごめんな、もう出へんから俺明日から変わるから。男は謝ってるけど女は耳を貸そうとせず男から離れ歩き出す。後ろを男まとわりつく。女の手握り引き止める。女は持ちでこんといてんと振りほどく。ユリ、ほんまごめんな、もう出へんから俺明日から変わるから。女はそれはよほど嫌だったのだろう。それに対して男は訳のわからない言い訳した。だから女は怒りがなおさら込み上げたのだろう。僕の推測だけど皆さんならどう思いますか。女は男を振りほどき人混みの仲間に出さった。男は女を諦めた。もう電気連れ立ち尽くす。突然姿勢上げながら立てたパンを手に上げた。ユリ、ほんまごめんな、もうせえへんから俺明日から変わるから。おかしくなっている。あくまで僕の考えだけど皆さんならどう思いますか。あれから一夏が過ぎて関係はどうなったのだろう。あれから一冬を越えて歩み寄れたのか。それとも何はともあれこの先の男女の幸せ祈ってます。ユリ、おばごめんな、もう出へんから俺明日から変わるから。ありがとうございました。